最初の2、3週間はワールドカップがちょうど始まってたんで、ワールドカップ見ながらプライベートはポケモンしてましたね。水戸の時に仲良かった選手とちょっと大阪行ってました。ユニバー急に行くみたいになって、はい、初めて行ってきました。結構楽しかったです。ちょっとつけました。なんかついたら持っててこれつけれみたいな。まあ一回サッカーから離れて自分がサッカーに飢えた状態で帰ってこれるようにっていうのを心がけていたので、とはいえまあオフも今年去年か異例で長かったので、コンディション落としすぎないようにしっかりと自分の中で体作っていくってことと、走行距離もしっかり走ってできるだけコンディション維持するっていう、サッカーを忘れると言いつつ走るところ走るっていうメリハリつけて過ごせましたし、ゆっくりする時間も取れたので、またフレッシュに頑張っていきたいなと思います。